地形断面図。地形断面図とは、地形を延直に切断した時の断面を図化したもので、ある。地形断面図は、直線断面を元に作成する場合と、曲線断面を元に作成する場合の二つがある。直線断面図は、地形断面図の中で、最も一般的なものである。断面図を作成する場合、まず、断面図を作成したいところについて、地形図上で、 直線 AB を設定する。次に、それぞれの等高線と直線 AB の交点について、直線 AB の端からの距離とその地点での標高を読み取っていく。そして、方眼紙に水平距離と標高のデータをプロットする。最後に、プロットされた点を元に点同士を曲線でつなぐことで断面図を書くことができる。なお、傾斜を分かりやすくするために、 基本的には垂直縮尺を水平縮尺より大きく設定して断面図を書く。曲線断面図は河川など曲線をなすものに沿って作成された断面図である。曲線と等高線の交点について、それぞれ曲線部分の長さと標高を読み取り、方眼紙にプロットし、それらの点を曲線でつないでいくことで作成できる。なお、 曲線部分の長さはキルビメーターで測定することができる。地形図の読図の上で特に初学者にとって等高線を把握することは難しいが地形断面図を作成することで地形図中の等高線について理解しやすくなる。ありがとうございます。